トヨタ86の室内後写し鏡フェンダーミラーを備えた日産、セドリックドアミラーを備えた日産、セドリックバックミラーとは、後方及び後速方を指認するための器具、自動車部品としての法令用語は、後、と、写し鏡で取り付けられる位置によって、いくつかの種類に分類される。バックミラーは和製英語であり、英語では、室内のものを、インナーアリア、ビューミラー、フェンダーミラーや、 ドアミラーなど、社外のものをアウターリアビューミラーと呼ぶ。また、バックミラーの代わりにスマートルームミラーを搭載し、車体後部に内蔵した高解像度カメラで映像や情報を映し出すシステムもある。自動車や鉄道車両など以外では、情報漏えいを防ぐために、パソコンや金融機関の ATM に装着するものもあり、後方からモニターを覗く、存在の確認に用いる。 1917年撮影とされるフォードモデル T。後付けと見られる後、写し鏡が運転席側の風防横に備えられている。初期の自動車には後、写し鏡の類は装備されていなかったが、1906年にイギリスで出版された女性ドライバー向けの本にて、運転時に車内に手鏡を置いて、後方を確認する方法が紹介されている。 1914年にはアメリカ合衆国であと、写し鏡に関する特許が出願されているが、その説明文にて、風防やフェンダーに鏡を取り付ける行為が当時、広まっていたことが記されている。1949年7月8日の車両規則改正で、運転車室を有する自動車に対してあと、写し鏡の装着が義務付けられた。数や位置についての規定はない。 1950年12月27日の車両規則改正で、あと、写し鏡の装着義務が、軽自動車と被検者以外のすべての自動車に、拡大された。1951年6月1日の道路運送車両法制定で、軽自動車もあと、写し鏡の装着が義務化された。また、同年7月28日の道路運送車両法の、保安基準制定で、あと、 映し鏡で右後方50メートルまでの間にある車両を確認できることが定められ、右側のみサイドミラーが必須となった。サイドミラーは車幅から除外されるが車両外側から250ミリメートル以内に収めなければならない。1959年9月15日の道路運送車両法の保安基準改正で右外側線上後方50メートルまでの間にある 車両の交通状況を後、写し鏡で確認できることが定められた。長さ6メートル以上の自動車には左側にも、サイドミラーが義務付けられた。1962年9月28日の道路運送車両法の保安基準改正で、自動車すべてに左右のサイドミラーが義務付けられた。加えて、左外側,側線付近の交通状況を後、写し鏡で確認できることも定められた。 一般的には鏡とそれを固定する指示器具からなる。距離感を把握するためには平面鏡を広い視認性を得るために突面鏡を用いるのが一般的であるが車両外部に用いる鏡の場合左右でそれらを使い分け室内に用いる鏡では平面と突面を組み合わせる。また内外両方で一つの鏡の曲率を途中で変化させ 視野を広げるなど用途に応じて種類が増えている。二重移りを防ぐために金属蒸着を利用した表面鏡が用いられる場合が多い。車両室内に用いる鏡の場合、夜間の後続車の全消灯の眩しさを低減するため反射率を低くさせるコーティングがなされていたり、二重移りを逆に利用しノブを動かして切り替える手動式棒マわユミラーも存在する。また、 ミラーに液晶を施し、周囲が暗くなると内蔵センサーが感知して、自動で反射率を低くする自動式部をばゆミラーもある。逆に、スモークフィルムを施した車両では、夜間の視認性が低下するため、反射率が高いミラーが好まれる傾向もある。日本では、ルームミラーが義務付けられておらず、装着せずとも違反とはならない。逆に危険を伴うものや大型で、 視界を遮るものを取り付けた場合に違反となる場合がある。天井から指示アームを吊り下げる方法とフロントガラスに台座を接着してそこに指示アームごとミラーをはめる方法がある。日本車では前車の方法がそれ以外では後車の方法が多く用いられた。ただし現在では日本車でも後車の方が増えてきている。なお日本車で校車の方法を取る場合 鏡面の角度のみならず、高さも変えることができることが多い。バックアイカメラを設置しているバスの例、後部窓上部の赤丸で囲った部分の内側についているカメラがバックアイカメラであり、このカメラで撮影した映像を運転席付近のモニターに映し出す。トラックバスなどではミラーで車両の背後を確認することが困難なため、車両後部にカメラを、ダッシュボードにモニターを取り付け、 ミラーの代わりとするものが多い。近年では駐車の良い化の目的で、交代時に車両後方の映像をモニター搭載が高ーオーディオやカーナビの液晶画面に映し出す。バックモニターあるいはパーキングアシストリアビューカメラというシステムが搭載されている車両が存在するが、この場合はバックミラーは別に設置されている。複数のカメラを用い。 自社上空から俯瞰したような映像を映し出す装置も製品化されている。鉄道車両の場合は発射時の安全確認に使用する目的でカメラを後方や速報に設置した同様のシステムが使用されている。他方バックミラー自体を液晶にすることで通常は前反射設定にしてミラーとして使用しギアがリバースに入ると自動でリアビューカメラの映像に切り替わって バックモニターとなるものもある。このバックミラーモニターでは、停車時などに、ワンセグや、DVD ソフトを見るためのモニターとしても使用できる。アメリカでは、2018年より義務化されることが、決まっている。室内号ずし鏡外部後写し鏡補助確認装置。ありがとうございます。